若手ディレクターが聞き込みだけを頼りに地元のご自慢グルメを探す東海地方山ご飯加藤ディレクターが向かったのはここあ、見えてきました岡崎城です立派だな徳川家康生誕の地として栄えた岡崎は。 今も、豊田市と並ぶ西三河地域の代表的な都市ですが…実は、総面積のおよそ六割が森林地帯そこで今回は農産物や山の恵みを生かしたご飯の玉を探しますまずは岡崎公園で出会った粋な着物姿の女性に聞き込み ご飯のお供って何ですかっていうのを伺ってて味噌は鉄板ですけど <laughs> <laughs> 味噌鉄板、味噌、鉄板地で甘味噌って作っててそれをもう何にもない時にご飯の上に乗っけて食べるとかだからそれ自体を何にでも乗せたり何しろ体が味噌出てきてるぐらいなんで体が味噌でできてる <laughs> <laughs> 味噌を焼き味噌にして焼くのうんそれでそれをご飯の上にこうスッとこう乗せて食べる おでん <laughs> 絶対味噌フフ <laughs> 出ましたいきなり味噌3連発八丁味噌発祥のうちというだけあってこの後も味噌を使ったご飯のお供が次から次へと出てきましたこちらの女性もあのギュッと肉味噌っていうのが結構濃厚で。 あのご飯がたくさん進んじゃうって感じで、進んじゃって困るんですけど。どこのお味噌使われてるんですか。えとね、多分丸屋八丁味噌さんのですね。教えてもらった丸屋とは、八丁味噌の元祖と言われる老舗味噌蔵の一つ。清家に石積みで熟成させる、昔ながらの製法を守り続けています。 浅井慎太郎社長にぎゅっと肉味噌を見せてもらいましたこれのことでしょうそれがぎゅっと肉味噌ですかそうなんです味はどんな味なんですかもうエクセレントですエクセレント美味しいです発売から6年で累計15万個を突破した大人気の肉味噌実はこれ 岡崎の新しい特産品を作るプロジェクトとして地元の岡崎商業高校とコラボ開発しました丸屋の赤味噌とブランド地鶏岡崎洋飯のひき肉を合わせさらにニンニクや唐辛子など調味料を試行錯誤開発に1年を要したこだわりもギュッと詰まった一品なんです いただきます。炊きたてのご飯にのせて、うまい。うまい。その味が濃いからご飯とめちゃくちゃ合いますね。ぎりっとした一味があるんですね。もうおいしいになっちゃいます。かけたらもう止まりません。ご飯が全部すぐなくなっちゃいます。<laughs> また聞き込みでも出てきた味噌だれはマルヤのオリジナルをオンラインショップでお取り寄せできます。 浅井社長の食べ方は味噌だれ、刻みネギ、ごまを合わせおにぎりに塗ってフライパンで焼くお手軽なネギ味噌焼きおにぎりがおすすめ味噌って万能ですねそうですう日本人が生み出した万能の調味料ですね岡崎で見つけたご飯の頭続いてはあの山下 食品さん、どこの納豆が。あの、美味しいですよ。賞をもらってるんじゃないかな。はい。賞を取った納豆、それは気になる。ということで、製造元の山下食品へ。なんか賞を取ったっていうふうに伺ったんですけれども。はい、ありがとうございます。まあ、日本中のこの納豆メーカーさんが、味を競うっていう大会がありまして。まあ、日本一の最優秀賞をいただきました。 全国の納豆メーカーが一度は手にしたいと憧れるビッグタイトルそれが全国納豆鑑評会の最優秀賞そんな栄えある賞を2016年にわずか9人のスタッフで製造する山下食品が見事獲得日本一に輝きましたそれがこちらおー粒大きいですね。 そうですねもうすので高級納豆こコロなゴみは北海道で5軒の農家しか生産していない希少品種鶴の子大豆を使用その特徴はとにかく粒が大きいこと一般的な大豆と比べてもその違いは一目瞭然さらに製造工程にもこだわりがそれが このの大豆の浸水一般的には12時間程度水につけますが山下食品ではなんと丸2日そうすることでアクがしっかりと抜け炊き上がりがふっくらと柔らかい食感になるんだとか気になるそのお味は粘りがどんどんん出てきますねでまたしっかり混ぜてもらうともっとクリーミーになりますん、ね、で。 いただきます。はいどうぞ。大豆の味がすごいする。あで美味しいですね。ふっくらしてて。<laughs> はいありがとうございます。ええはいわゆるちょっと苦のある匂いっていうのがあんまりしないですね。アク抜きをしっかりしていますので、やっぱこの大豆の旨まみとか甘みっていうのがしっかりとわかりやすいような商品になってますね。日本一の納豆は山下食品のオンラインショップからお取り寄せできます。 岡崎で山ごはんを探すならと地元の人にこんなアドバイスもいただきました岡崎でもちょっとぬかたの方行かないとあ,あっちの方行けばいろんなもんがあると思うそこで市街地から車でおよそ30分ぬかた地区で引き込みあ今あゆめ市街道ってやってるからねあ歩街道。 あゆめし街道でここあゆめし街道ね東名高速岡崎インターチェンジから暗がり渓谷に抜ける県道37号線は通称あゆめし街道ご覧の6店舗で個性豊かなあゆ料理を楽しむことができますそこで今回は人気の本川やなでお家でも楽しめるあゆ料理の情報をゲット 現在音川綾乃は感染対策をしながら営業中11月まで鮎のつかみ取り体験を始め塩焼きやフライなどさまざまな鮎料理を味わうことができますさらにお取り寄せっていうのをやってますでご注文があるとあの泳いで鮎ね受けすり泳いで鮎を生き締めにしてお送りしますので。 なんと新鮮な生のアが1匹500円でお取り寄せできるんです食べる時は必ず加熱処理を忘れずに塩焼きは全体にまんべんなく塩を振り魚焼きグリルの中火で片面13分裏返して7分しっかり焼き目がついたら出来上がり。 加藤ディレクターも塩焼きを頂きましたもちろんご飯との相性も抜群炊飯器に素焼きした鮎米ご覧の調味料を入れて炊き込むだけでうまみたっぷり鮎ご飯が作れますよ 岡崎市の皆さんありがとうございました。